おめでとう。おめでとう。なんか拡大え拡大読み方のせいにしようとしてなかった。いや、違う、そういうことじゃなくて、だったら誰なんかどっかにあったよなって思ったんですけど、なんかテンション違くなかったかな。言ってない。気のせいか。拡大誰だったのテンション、ね、違う。気のせいか。気のせいか。一番最初刺されてたよなと思って、それを言おうと思って、なんか一応あったよねって。はいはいはい。やばくない偏見が。偏見がすごいよ。浮気パに対してそういう感じで見てんだしバルって。そうだよ。お前もだろ。お前もだ。その言い方語弊しかないよ。そのさ、その手のひら返しは無理あるだろ。お前もついさっきまで20枚ぐらいまで同じ感じで言ってたのに。こういうやつが一丁立ち悪いんだから。バレてるかバレてる。信用できん。人間性にじみ出てる。終わってる。人間性がにじみ出てます。花房にその人間性出てましたよ。なんかセル80個ある。嘘つくない。強くその小学生みたいな。冷たくない普通に。何今小学生。許してあげなよそれぐらい。何言ってほしいの。セル80個あるって。リゾナすごいやみたいなさ、並んだろ。え、なんか嫌なことあったの。仲悪い。さっきね、棒引いてる。そう、こんな感じだったっけな。人間の信頼関係って本当、まあ、確かに、ね、まあ確かにね、気づくのは難しいけど。え、なんかわいい。なにこれ。え、あーかわいい。かわいい。アッシュとかパスとか。パスとかいる。ネッシーかわいすぎ。あれ200ダメージぐらい打つと割れるよ。え、割りたい割りたい。え、じゃあ養殖場今めちゃめちゃ美味しい。いる？え？ん？いや、何言ってるの？あ、バルーン。割れた？ね、何発？200発？あ、結構硬い。結構硬い。結構打たなきゃ割れない。やっべ、鳥邪魔すぎ。え、硬すぎなんだけど、あいつ。バルーン結構見た目硬いし、もうちょい必要なんちゃう。弾あるかな？やべ、弾ねえ。え、割りたい、あのバルーン。あ、あと70発。さすがにこんだけやれば。耐久何発だこれ。おい、弾なくなったって。おい。え、これ本当に割れる？ねえ。ちょっと。あの？割れるんじゃないですか。割れないよね、絶対。嘘ついてるよね。ねえ。なんかウロワ先輩も、いやだってあのタイミングであれ割れるよとか言って最初えって言ったけど見て嘘だなってなったもん。絶対嘘やん。なんかエペックスさんならお茶目なことしそうだなって思ってたのに割れないやん。絶対嘘やんって思ったけどリサが信じてたから何も言わんかったわ。なんでそういうことする。税で止まってたもん。リサさんの差が出てるわ。早く教えてよそれ。弾めっちゃ使ったって。ずっと打ってた。300発ぐらい使ったって。そんなに嫌ってんだろ。2人いるそれ。いいよ。ナイス。もちろんナイス。ドームがあるここに。いや、ジャパピジドーム。え、待って、相手のアットソン。それいや、ダメだ。アットソン出てきた。アットソンフェンスよ。ドームのあれのせいで。いや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 、それは言い過ぎだろ。いや、打てないんだもんだって。なんなの、良かれと思って出したのに。その言い方確かに、なんかその気持ちをさ、ね、組んであげた方がいいんじゃない。普通にそうだよ、うん、てかスカーミッシャーがなんだっけ、役割、物資が見れる。あー、ちょっともうちょっとスカーミッシャーらしいことしてもらわないと。あ、わかりました。はい、足りてないですか。どうぞね。スカーミッシャーやっぱ自分から選んだんだから。スカーミッシャーとしていた意味が、うん。いや、うちもこんなこと言いたくないよ。ね、はいはい、まあまあ、うん、確かに勝つためだもんね。大事だよね、うん、心をおねえにして言ってる、はい、君のために。わ、うん、かりました。こっちだって辛いんだよ、怒るのは。そうですよね、うん、怒りたい人なんていないんだこの世界に。怒りたい人がいないんだ、本当にやめて。怒りたい人はいないんだ。火もさまんてんすぎるこのセリフ。マジで言うやついるじゃん。君のために言ってるんだ。なんか真っ当な内容で怒っててそのセリフ言ってるなら全然いいんだけど、大体そのセリフやつ真っ当なことを言ってない。理不尽。ガチで嫌なやつ来た。
どかすクソ上司がよく言ってるって言われてるけど、もう言われすぎでしょ。言いすぎだろ。ヘイトやべえ。なんで終われないですよ。終われねえよな。戦いをしてからじゃないと。でもこれファイナルラストにしよう。僕はケップがあるわ。そういえば。終わりました。じゃあファイナルラストで。はい、本当にラストで。悔いないプレイして。わかった。悔いないプレイする。悔いやっても悔いないっていう。言って。いや、言うじゃない。もう心の底から悔いがないと感じるようなプレイをして。自分に嘘はつかないで。はい。やっぱり。リサもダメだよ。自分に嘘ついちゃう。いや、もう絶対嘘つかないよ。なんか嘘つきそうなテンション。ついたことないし。ついたことないよね。ね。嘘って何？リサが嘘ついてるの見たことない。それすごい正直者だから。ね。裏先輩も裏表がない人だから、そんな嘘とかつく人じゃないし。もう嘘や。え？まあ。裏も表もいい人よ。そうよね。まあ確かに確かに。チブハルは裏表しかない。マジでチブハルの裏やばい。内緒にしておいてよ。マジでやばい。とかいやちょっといい人キャラでやってるから。いやマジでやばい。そういうこと言わないでほしい。訴えられる。マジでやばい。訴訟。とんでもない。訴状が届くぞ渋谷ハルから。わあ起訴。起訴か。起訴。え？あ起訴ね。え起訴って言わないっけ？あいや言うけど。言うよね。起訴って言われた。よかった。侵害だってなった？侵害だってなった。しばくぞって思った一瞬。